視力を尽くし薄れゆく意識の中でイタチは最後の思いをサスケに残し弟を前に倒れた。当のサスケも疲労に倒れ次に目を覚ますとそこにあったのはかつてトビは自らをウチハマダラと語りウチハイタチの真実をサスケに語り始める。イタチの願い、一族の粛清、その本当の意味、すべては空ごと、すべては虚構、すべては木の葉の任務として、イタチの行動はすべて最愛の弟のためにあった。真実はサスケの心を大いに揺さぶり、そしてその刃を兄弟の運命を狂わせた元凶木の葉へと向ける。隠して木の葉を滅ぼす力を得るために、ウチハサスケは暁へ加担しマダラの命のもと、あんたがキラー B か。お前何者だバカ野郎、この野郎。アチビ、あんたを拘束する。戦闘開始。ふざけた奴だったが、これで捕獲完了だ。
激戦を制し、マダラに八尾を引き渡すことに成功したサスケは、ついに復讐の矛先である木の葉隠れに向け進行を開始する。森をかける一行、しかしその行動はウチハマダラがもたらし、マダラの情報、それはイタチを陥れた首謀者、木の葉の六代目火影として鉄の国の五影階段上に向かっているというものであった。サスケは目標を断蔵に定め、鉄の国に向けて走り始める。そして厳重な警備が敷かれる中、サスケたちは五影階段上に侵入を果たす。しかしそこで待ち受けていたのは、怒りに震えるキラー B の兄雷影と、かつて互いが敵として激突した風影ガーラであった。弟の敵小僧、憤怒の凶を教えてやる。サスケ、一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。元より帰る気なんかない。俺にあるのは復讐の道だけだ。戦闘開始。遅いわ。に止められるものではない。雷影とガーラの猛攻を退けたサスケは断蔵のもとへと急ぎ走った。騒然とする階段状を駆け抜け、ただ断蔵を狙うサスケだが、その道を再び影の二人が阻む。水影と土影、五影としてサスケの行いを戒めるため、その強大なチャクラを持って殲滅にかかるのだった。
いい男なのにもったいないわ。お前に恨みはないが、忍びの皆が死を望んどる。俺の邪魔をするな。戦闘開始。お役目は果たした。断層だ。これ以上邪魔をするな。